はい、こんねぎもりもりです。今回はね、まあ今月のガチャガンじゃねえわガチャ店はね、この韓国店を、ね、紹介していきたいと思います。まあね、こいつはね、まあ特徴はやっぱり水中発射と、まあ、対戦がね可能という点ですね。はい、まあその分ね、まあダメージはね控えめなんですけど、その分ねリロードとね標準時間がね結構短いんで結構良きですね。はい、じゃあとりあえずまあ性能の方を確認していきましょうか。レッツゴー。まあこいつはね本当に、対戦とね水中発射が可能ということで、まあ潜水艦にね向いてるのではないかとは思いますね。でもねやっぱりね DF12 と S 関連とね比べちゃうとちょっとまあ微妙って感じですね。ミサイルマークも出ますし、チャフも効きますしね。はい、まあまあとりあえず言ってみます。これこいつね1発で約3万ダメージと、まあね結構弱いなって思われるかもしれないんですけど、まあその分ねリロードと照準時間がね短くなっています。こんな感じで、はい、だからねまあチャフタキ用でも結構まあ重宝するのではないかと思いますね。OKOK。ではね、実戦行ってみましょう。はい、来ましたね。マップは、アイスランドですね。アイスランド好きですよ、ジェム。では行ってみましょうか。はい。まあ、普通は、あっちへ、テトンか。テトンじゃない、コンテスキューか。英雄のコンテスキューはうまいぞ。ちょっとこれは難しいな。まあでも確かコンテスキュー君は確か対戦兵装がなかった気がするから、まあ、そこら辺をちょっとうまくやっていきたいな。索敵してくれ。お、ナイスナイス。お仲間さんナイス。ヘリ索敵ナイスよ。あ、でもこっち前行ったら先生来いくらいさよな。ちょっと後ろ触るか。ちょっと潜りましょうか。なんか先生来いって方行きそうで怖い。来なかったわ。おっと、コンテスキュー君いましたね。まあ、英雄はね、責任やっといて損はないんでね。まあね、ガチャ缶は対戦をできるということでね、ちょっとこれ、チャフタギ耐えていきましょうか。あー、コース、こうなるか。ちょっとこれ、右に置けるな。あー、うまい。うまいね。うまいね。非常にうまいね。うわ、もう一隻あれだ。マジかよ。やばいわ。マサチやるか。オッケー、チャフタだ。メインミサイル撃っていきます。さあ撃っていくよ。これは魚雷は岩陰で隠すか。オッケー、ナイスチャフタキで隠れる。あ、やばい、一発避難するな。核ミサイルかよ。核ミサイルじゃない、核魚雷かよ。いや、核魚雷もね前しましたからね、本当に嫌いですわ。いや、チャフタ入れてくれ。あー、でもこれはチャフタかねえな。ちょっと今のは映った。あ、チャフタかない、この人。お、チャフタかないんだ。オッケーオッケー。これはやれる。これはマサチやれるよ。これはマサチやれるよ。やれるよ、これはマサチ。オッケー。激震。ちょっと酸素を給油しておきますか。さあ。これはとりあえず、コンティスキをやりたいけど。うわ、裏打ちか。はい。あ、でも、コンティスキやりそうやな。あっちにクーボいるか。オッケー、ナイスアタリ。これでお前は終わりや。ジジイ。これでお前は終わりや。オッケー、これで魚雷でしまいや。ナイス。ナイスです。ちょっとやばいな。バッチ3か。クーボやるか。クーボやりましょう。うわー、あっちに潜水艦おんの。ちょっと右寄って逃げましょうか。うわ、マジか、こうなるか。ちょっと空母はやりたい。ちょっとこれ、
空母やって右に連れますか。そうですね、その右に連れましょう。ちょっとたぶん空母やったら多分ね索敵切れるんで、それをちょっとねやっていきましょうか。いいね、これ来てね、これ来てね、オッケー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 。これで右に逃げる、右の岩に逃げる。一回これはいけるよ。まあこいつね耐性も可能なんでね、ガチャとミサは、まあ、そこもね生かしていきたいところがある。あっぶねえ、角浦やったとこやった。やばい、やばい、魚雷の弾薬室がもうない。おっきっきり魚雷を置きたいところ。オッケー。いやーこれは嫌だ、やばい、ちょっと酸素補給したいんやけどな。いやー核魚雷痛いよ、核魚雷痛いよ。いやー酸素補給したいな。ちょっとこれは、いや、あ、これは無理やな。一旦浮上しますか。まあ、そう来るよね。まあ、そう来るよね。いやー、これ終わった。はい、OK。ちょっと 3G が厳しいですね。はい。まあ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 、頑張った方なのではないかと思いますね。まあ。まあこんな感じでね、まあガチャミサはまあ、うん、まあ、うん。まあ正直 DF12 とかイスカンデルに比べると弱いですね。うん。いや、まあ、こう言っちゃちょっとあれですけど、まあ無課金ミサイルの方がまだ強い気はします。まあこれはね、強化、まあ来てくれないとちょっと困りますね。まあガチャミサのくせに、まあちょっと弱いっすね。まあ本音を言うと。だからまあ本当に、うん、まあガチャ店に狙うぐらいなら、うん、艦艇、今月をね、あの、韓国の空母にやっちゃってください。ということでね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。